自分の大切な場所を守ろうとして潰そうとした人間に反抗した。いや、鴨志田にやられっぱなしで何もできない部員たちをどうしても見過ごせなかっただけだよ。やり方が悪かったっていうのは分かってる。確かに俺たち似てるかもな。なんだよそれ、お前食えよ、全然食ってねえじゃん。今来たばっかだから。ほらほら食え食え食え、ほらほらほら食え食え食え、あうまそう。本当に多いんだよ、協力の例だよ。いや、例が紅生姜って。なんでいいじゃねえかよ。嫌なのか。あ、分かった、じゃあこれ俺がおごってるからちゃんと食えよ。んいいのか。んいいよ、うん、すいません。え、いや、これはっつってんだよ、これは。え、 あれ、すいません。あ、これはな、何頼むんだよ、はい、キムチに薬効、豚汁卵に温泉卵、コールスローサラダにマヨネーズドレッシング、 あと七味がありません。すごいじゃないか、お前どういうこと。え、もうサイドメニュー網羅しちゃってんの。あ、知識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 に入っちゃってんの、サイドメニュー。ああ、すげえなお前。あ、じゃあそれを、はい、すいません、すごいね。ああ、え、どういうこと。え、つうかさんはゆっくり言って、今の。ん、キムチに薬効、豚汁卵に温泉卵。そこそこそこさ、卵2個頼んじゃってるから豚汁卵に温泉卵って、お前2個頼んじゃってるから。ああ、どういうこと。それ、え、これに温泉卵入れるだろ。ああ、で、薬効にキムチと卵でこう美味しくいくと。ああ、で、豚汁にも卵入れたくなると。卵一つ足りねえな。すいません、卵一つ足りねえ。じゃねえんだよバカ、じゃねえんだって。なんで。そうだ、コードネームを決めるぞ。あ、コードネーム。本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだし、あれして名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからない。お前はジョーカーだな。なんでこいつがジョーカーなんだよ。戦力的に切り札だからな。恥ずかしいな。いや、恥ずかしいのかよ。いいんだよ、ジョーカーだ。次にリュウジ。あ、お前はよし、なんだ。そうだな、お、ヤンキーだ。いや、喧嘩売ってんだからこの野郎。いい、自分で決めるわ。タメイゴ。タメイゴ、卵って言いたいの。タメイゴ、タメイゴ。いや、卵って言うよ、お前。あれだろ、温泉卵が黒くなって。温泉タメイゴ。なんなんだなんなんだよそれ急に。俺知らねえぞそのボケは。そのボケの返しは俺は知らねえ。え、あれか、何意識しちゃってんの。何を。香港とか台湾とか意識しちゃってんの。どういうことだ。英語っぽく喋ってお前。は、あ、そういうことか。香港とか台湾とか、エッグだから。タメイゴじゃなくてエッグだから意識しちゃって。あ、悪かった悪かった。じゃあさ、一緒にさ、ほら、あっちの方、挨拶だ。挨拶、うん、あそこだ、行くぞ。もうもな、お前もちょっと来い、あそこに向かって。あそこ行くぞ、正面に。せーの、はーい。よし、本筋に戻すぞ俺は。本筋に戻してくれ。よし、俺っつったらこのドクロがモチーフだよな。これ英語でなんつうんだ。スカルじゃないか。いいじゃん、じゃあ俺スカルな。こいつ何がいいかな。猫だな、どう見ても猫だ。猫じゃねえし。とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝の場所を見つけることだ。よし、じゃあこいつのコードネームを決めねえとな。コードネーム。お、俺がスカルでジョーカーにモナだ。ハンドノの格好だと。そうだな、色的に紅生姜だ。紅生姜。ああ、は、え、そのさ、これだって紅生姜じゃん。いいじゃん。他にないの。え、ケチャップもう一回言って。ケチャップ。は、ケチャップ。あんたの手だってケチャップじゃん。もうあんたたち本当にセンスがない。ポンコツの名前で呼ぶ系絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくて、うん、パンサー。